鳥居鴨も神社は奈良県御世市にある神社である。式内社で旧社格は県社。高鴨神社、葛城落とし神社に対して下鴨社と称される。つもれは八重子と白主の命と仕立てる姫命を主祭神とし、竹見中田命を廃止する。葛城の市、鴨の市によって祀られた神社で、高鴨神社。 葛城の落とし神社に対して、下鴨社とも呼ばれる。ことしろ主人は、もともとは、カモ族が祖神として信仰していた神であり、当社が、ことしろ主神の信仰の本源である。大宮神社に祀られる、大物主の子にあたることから、大宮神社の別宮とも称される。当地は、葛城側と柳田側の合流地点である。社殿によれば、主神天皇の時代、 直命により、大連連猫命の孫の王が茂飛び命が、創建した。一帯は、鴨モト廃石という遺跡で、弥生時代の土器や農具が多数出土しており、古くから鴨族がこの地に住み着いて、農耕をしていたことがわかる。縁起式神明帳では、鴨モ派、八重子と白主の命神社に座と記載され、名神大社に列している。縁起式牧山臨時祭では、 鴨神社に座と記されている。大正10年に犬舎に別格した。ありがとうございます。